赤が南アラビア保護領、青が南アラビア連邦南アラビア保護領はアラビア半島南端に1963年から1967年までの間存在したイギリスの保護領である。4つの主張国が加入していた。現在はイエメン共和国の一部になっている。大英帝国はアラビア半島の南側を経由して地中海とインドを結ぶ東インド航路を 重要視していた。産業革命を達成し経済が拡大しつつある大英帝国は、スエズ運河開通前から、イギリス東インド会社などインドにおける国益を保護するため通称網の改善が必要としていた。19世紀前半、エジプトからの侵略に備え中央アラビアから避難して、北はフハーブハキヨシ京都によって、半島の沿岸平野は破壊された。 大英帝国は1802年にラヘジュ市長国と通商条約を締結したことをはじめ、東インド会社貿易船への略奪を避けるための方策を講じており、1839年にはイギリス東インド会社がアデンを併合した。1869年にはアデン保護領が成立し、同年スウェズ運河が開通し地中海と英英領インドを結ぶ新しい航路が誕生した。 1914年のアラビア半島1963年1月18日、アデン保護領の領土の内南アラビア連邦に参加しなかった地域と東アデン保護領と呼ばれた地域におおよそ当たる地域からなる南アラビア保護領が設置された。東アデン保護領の3つのワヒリ主張国を除く、ハドラマート地方のカシリ主張国、マフラ主張国、クーアイティ主張国と、 飛び地として、西アデン保護領の上やファンが所属した。1967年11月30日、南アラビア保護領は解体され、所属していた主張国は、急激に崩壊していき、それらの主張化は、廃止されていった。南アラビア保護領の領土は新しく独立した、イエメン人民民主共和国に吸収されたが、その後1990年に南北イエメンが合併し建国された。 イエメン共和国の一部となった。ありがとうございます。